はい、どうもからくり箱 DS です。先日ですね、岸田首相が帰ってくるなりなんなり、マスクを外すのは現実的ではないということに関して厚労委員会の方でいろいろ言ってくれたみたいなので、それに関してお礼とですね、どんどんやっぱり追求してほしいなということでお電話をしたいと思います。お待たせいたしました。厚生労働省新型コロナウイルス相談窓口でございます。あ、本日はどのような問い合わせでしょうか？はい、はい、厚労委員会と厚生労働省っていうのは関係あったりするんでしょうか？参議院で厚生労働委員会っていうのがあるっていうのを聞いてるんですけれども。厚生労働委員会、はい、ですね、と厚生労働省とは関係があるのかというご質問ですね。はい、これはちょっと確認いたしますので、はい、と申し訳ないので少々お待ちいただけますか？はい、よろしくお願いします。はい、他に何かご質問は？そこがもし関係あるとなったら、こちらのお電話を通じて意見を少し言わせていただけたらなと思うんですけれども。かしこまりました。はい、じゃあ今と調べいたしますのでお待ちくださいませ。すいません、よろしくお願いします。はい、恐れ入りますとお待ちくださいませ。大変お待たせいたしました。今こちらでですね、ちょっと簡単に過去にお調べしましたところ、はい、厚生労働委員会というのが、はい、衆議院参議院に、それぞれ置かれる常任委員会であると、はい、こういうことですね。はい、ただ厚生労働省所管、はい、を対象とするとなっておりますので、はい、無関係ということではないと思われます。なるほど。はい、なるほど。じゃあすいません、意見をここでできれば発したいんですけれども、いいでしょうか？はい、ご意見、はい、受けたまわります。はい、すいません、申し遅れました。私、素顔活動家ということで、素顔活動家の相沢義則と申しまして、以前にもう何度かこちらの方に電話をさせていただいてるんですね。はい。はい。で、コロナ対策ということで、マスクと密とワクチンっていうのが、大体三本柱になってるかと思うんですけれども、はい。はい。マスクに関しては、僕はもう非常に懐疑的で、はい。はい、国立感染研究所でも空気感染というのがもう発表されている以上、マスクだけで防げるものではないと思ってますし、はい、はい、そういう中で先日12日の参院厚労委員会で、はい、はい、委員会の方が岸田さんがマスクの着用を緩和するのは現実的ではないと考えていると言ったことに対して、はい、はい、委員会の方が外国でやってるのになぜ日本ではダメなんですかっていうのを言ってくださって、はい、そこに関しては非常に感謝をしたいなと思いまして、はい、はい、それは、ね、その矛盾は多分僕のような素顔活動家じゃなかったとしてもやっぱり感じることではあったと思うんですね。はい、なので本当によく言ってくださったなと思って、はい、という一つの感謝ということと、はい、前述させていただいた通り、やっぱりマスクっていうのはもう海外でも外している通り、はい、やっぱり必要な人だけがすればいいと思うし、それをなんか強制、はい、現実強制という言葉は使ってなかったとしても、数々のお店で入店の禁止があったりとか、はい、はい、そういうこともございますので、はい、厚労省の方からなるべく強めで、マスクしなくてもいいというよりは、マスクは必要ないっていうことを強めに、これからも発信していただきたいなというのが、私の意見でございます。はい、かしこまりました。はい、ちょっと長くなりましたけど、要約すると、マスクを外す推奨をできればしてほしいなということで。もっと強くそのように発信してほしいと、はい、ということでございますね。はい、助信していただければ、はい。かしこまりました。助信いたします。はい。はい、すいません、よろしくお願いいたします。以上でよろしいでしょうか？はい、この2点で。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、感謝と意見一つずつということで、私、素顔活動家、相沢義則議員が言わせていただきました。はい。どうもありがとうございます。どうも、対応ありがとうございました。とんでもないです。またよろしくお願いいたします。はい、どうもすいません。失礼いたします。はい、ということで、電話終わりました。僕の喋り方って、見てくださってる方も、わかると思いますけど、柔らかいじゃないですか。で、別にそんなに問い詰めるわけでもないし、人によっては強く言わないとその意思が通じないみたいなのも
考える人もいると思うんですよ。そんなんじゃダメだみたいな。でもその人を説得するんだったらいいんですけど、電話口の相手を説得してるわけでもないので、別にその人を例えば考え方変えたからって言ってはい変わるかっていうかっていうと、まあもちろんその人も考え方変えてくれる分にはいいんですけれども、結局お仕事でやってるじゃないですか、個人で動いてるわけじゃなくて。ってなったらやっぱり、まあ僕はやっぱり厚労省に対してとりあえず言いたいので、そこは別に電話口の相手が憎いわけでもないので柔らかく伝えます。結局数の1しかならないのでね。でもこの数の1っていうのが100集まり1000集まれば意見は変わると思うんですよ。その12日にそういう話があったって言って、いやいや、で子供のマスクの着用もそのまま別に私は検討した覚えはないよって岸田さんが言った後に相当非難が溜まって1日で意見変えましたよね。岸田さんが別にツイッターチェックしてるとは僕は思ってません。おそらくツイッターをチェックする担当の方もいるんでしょう。あとは選挙対策委員会の方ですね。そういう今国民にそういう意見を言うのはまずいよっていうことでそういう言い方をしたと思います。はい。まあ、今回さっき電話でも言わせてもらった通り矛盾が生じると思うんですよね。その矛盾はやっぱりついて叱るべきだと思うし、なんやかんや言っても岸田さんをついていくのが一番効果的ではある。でも僕が直接岸田さんと喋ることはできない。そうなったらそのパイプ役に関してどんどんとやっぱり意見なりなんなり、まあ、めんどくさいなって思われたとしても言うべきだと思うんですよね。現にこういう風な形でネットで伝わったパブリックコメントでやった僕のような電話で伝えたこういうのが一つ一つがくさびになってそれが意見を変えるっていうことにできるんですよね。もうこれはもう本当にマスクの着用のことゴールデンウィーク前の話からやっぱり話が変わりました。まあ手前味噌だしそれは言い過ぎだろうって思うかもしれないけど、僕は自分が電話をしたことによってそしてメールを出したことによって意見は覆ったと思います。はい。これは僕だけではなくて皆さんの力だと思うんですね。で本当に考え方なんですけど、僕は厚労省を敵だとは思わないんですよ。厚労省もやっぱり言われてやってるだけだから、うん、で厚労省を敵だというよりはさっきみたいにやっぱりお礼を言わせてもらって、うん、で皆さんのことも本当に見ていますよっていう監視の意味もあり、そして皆さんを持ち上げてあげることによって僕らの意見が僕らがならず者みたいな空気だとやっぱり本当のことだとしてもうんって言いたくないと思うんですよね。もし僕が逆の立場だったら。なので厚労省の方たちの活動も褒めながら褒めながら僕たちの味方に取り込んでより意見を言いやすくするように、うん、極端な話、例えば電話口の方がめんどくさいなと思って上申しますっていう言葉だけで終わることもある可能性はありますよね。でもそこをおかしいだろうってただただそこだけをつっつくんじゃなくて、こういうふうな意見がありましたよって上申する空気を作るためにこういう柔らかい言い方っていうのを僕は考えて言っています。はい。敵を作るより味方を作った方が絶対世の中変えていけると思います。もう自分でも分かるんですけど、僕一人っていうのは本当に弱い人間です。だから強い人がそれはもう自分の力でどんどん変えていくに越したことはないと思うし、うん、でも僕は自分が弱いだからこそ味方をどんどんとつけていきたい、そういう意味で、こういう風な形で、はい、やらせてもらってます。皆さんも、まあ、自分一人でとりあえず諦めないで、うん、もう僕みたいなこんな人間でも電話もできるしメールもできます、あいつが何もしてくれないって言って不満だけを述べることもできますけれども、不満だけじゃ世の中は変わらない。だからこそみんなで活動していきましょう。そしてこのマスク社会っていうね、このふざけた日本独自の新しい生活様式みたいなのは本当取っ払ってもうぶっ飛ばして笑顔で素顔で活動できるように考えていきましょう。以上、からくり箱 DS でした。またねー。